長嶋茂雄は蕎麦屋へ行って天守と熱い蕎麦談義を交わし、天守の蕎麦打ちの腕前を見せてもらい感心した後、カツ丼を注文した。長嶋茂雄は大学時代、アイリブイン東京を過去形にしろという問題にアイリブインエドと答えた。